第5弾教えて林先生。本日のお題の提供者、はい、クソリブリッジについて知りたいので林先生教えてください。いいよ、分かる範囲で頑張ります。まず、皆さんのもとに資料を配りました。まあ、資料ということではないですけども、図面と、あと右側の上の方になんか気になる数字がありませんか？何が一番気になりますか？そうですね、この値段が14万円というのがすごいですね、これね。ちょっとしたいいギター買いますよね。それぐらい ESP のパーツ部が総力を上げたブリッジです。これをなんと借りてくることができました。このスペック表上はいろいろメッキの種類とかベースプレートの種類によって変わってきますけども、もちろん値段もちょっと変動があります。ただどっちみち高い、高いですね。こちらはベースプレートが、真鍮の方、グラス製の方、結構重い。おい、14万。で、もう一つは、ベースプレートがアルミ合金。もうちょっとすごい。アルミ合金。急に軽いですね。見た目よりもね、うん、そんな片手でもめっちゃ軽い、すごい、もうね、すごい、単純に重いブリッジの方がサスティーマー乗りますね、うん、その代わりになりっていう面ではちょっと不利になる場合もありますけども、もう圧倒的なサスティンを持つ。そしてこの軽いアルミ合金製のベースプレートの方も、このくさびの最大の特徴である全て面で支えている。通常は芋ネジとかブリッジの駒をね、これ2点で支えている。まあパーツによっては1点のとこがありますけど、それを必ず面で原振動をボディに伝えることができる。じゃあなんでこのブリッジはくさびっていう名前なんでしょうね。くさび、何やろう。くさびとは硬い木材や金属で作られた V 字型または三角形の道具って出てきました。三角形、つまりね、ちょっとこれはそれ用に持ってきたものではないですけども、こういう形状のもの、こういう形状のもの、これがくさび。例えば、この間にくさびを入れるとか、そういう使い方をするわけですね。玄能の頭にも入ってるじゃないですか。気づいてる？上のケスが抜けないように、柄を入れてくさびで止めてる。つまり、何かを押し広げる。またはせり上がらせるっていう役割です。このブリッジの最大の特徴、芋ネジで原稿調整をしないならどうやって原稿調整をするんだろう。どこがくさびなんでしょうか。これはね、
ここの、チタンでできたこのメインで弦を支えるコマ、これがメインのコマですね。でこれをせり上がらせる、これはあのアルマイト処理をしてありますが、この金色に見えるのはこれはアルミ合金ですね。これもでアルミ合金がこれがメインのコマだとします。で下のパーツがくさびなんですよ。今こういう状態です。でこのネジを締めるとこのネジを回すとこのくさびが後ろ側に近づいてきます。そうするとわかりましたね。これはかなり精度が必要な加工で、だから高いな。このブリッジは他にも特徴がいろいろあって、スプリングっていうのは共振をしやすいですよね。共振をするということはそこで、エネルギーを使ってしまう。それはサスティーンの減少にもつながりますね。ですから通常よくあるスプリングを排して、こちらにネジがあります、調整用のね。でそのネジはこっち側で固定してあります。で精度が高く作られているので無駄な共振が全くない。それに対して先ほどのくさび、常に面で接してる、こうなってるところにくさびが上がってきてこれが持ち上がる。ちょっと説明が非常にしづらいですけど、これを接写してみますか。ほらすごいかっこいいでしょ。この動き方は男の子が大好きなやつだよね。いや大好きですね。たまんねえ。このように思いのほか可変幅が広い。もうこれぐらい捨てちゃがっちゃう。そしてかなり精密な設計をしてあるので、これを落とし込んで、すでに薄いタイプのブリッジなのに落とし込んでマウントすることもできます。3ミリぐらいは平気ですかね。これぐらい沈んでいてもネジに干渉しないですね、こっちも。ということはボディと弦の距離を近づけることができる。そういうブリッジってあんまりないんですよね。特にスラップの演奏をメインにする人にとってはボディと弦の距離っていうのをつまめにしたいっていうことが多いので、こう下げたければ下げられるっていうのは非常に強い特徴ですね。説明は以上です。いかにシンプルに作られているかっていうのが分かりますね。ただしシンプルに作り上げるには細かい緻密な設計、高精度な加工、それが不可欠ですよね。かっこいい、これかっこいいですね。かっこいいね。すごいこれね。かっこいいね、これね。もうほら、かっこいいね。高いね。高いですよね。これね。欲しいけどな、価値はありますね。じゃあ、まあ、とりあえず買ってみようか、みんな。それは、高いな。買います。おえこれ、競り上がりきったところがなんか、ね。第2かっこいいよね。はい、くさびブリッジということで、見た目以上にこう仕組みを理解するとおおっていうような感じでしたね。まあ、こういう感じでこういろんなものの仕組みとかを、興味持って、調べていくと面白いかもしれませんね。これからも勉強していきましょう。それでは、本日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。